大輔とレナのメイキングフィルム。縁日の記憶をご覧の皆様、藤島翔太です。縁日の記憶番外編コーナーということで、今日もお越しいただきありがとうございます。続いて、紹介していただく映画なんですけど、ちょこっと僕お話聞いたんですけど、広島のお話ということで、僕広島出身なんですよ。はい。だからなんかどんな思いでこの映画を作られたのかと、あと映画の題名もお聞きしたいなと思うんですが、よろしいですかね。はい。はい、貞子の2という映画なんですけども、貞子さんが核兵器の爆弾をして2歳から12歳で亡くなるまでのストーリー、それを現代と噛み合わせて持っていったようなストーリーになっております。この貞子の折り鶴のレプリカは G7 サミットでも各国首脳陣に配られております。はい、これを持って世界中の人たちに貞子さんの思い、これを伝えたいなと思って、唯一の被爆国である日本から届けて、世界各国で核兵器廃絶運動をしていきたいなと思ってます。貞子さんの気持ちが伝わりますようにこの映画を作りました。貞子の鶴、エンジョイフィルム。この小さな鶴は、実は薬の包み紙でできておりまして、貞子さんのお家はその時借金を肩代わりしたりして、本当に苦しい中で満足な治療が受けられない中で一生懸命痛みをこらえて折った鶴です。うわー上手。あ、最近こんなのできてしもうて気持ち悪いんや。そんなことないよ、きっと消えるよ。うちらもいつかああなるんじゃろうか。そんなことはないわい、わしら一緒に治るんで。そうじゃ、そうじゃね。また多くの方々が、被爆者の方がほぼ裸にされながら記録を取られていました。貞子佐々木 No.428601 Background 12 years old, 1.6 kilometers Black Rain. Oh, Black Rain.なんじゃ標本って、うちら実験材料にされとるんか。こんな非人道的なことって繰り返してはいけない、そういう思いで作りましたね。スペインのバルセロナでワールドピースフォーラムでも上映していただきましたね。はい、これをノーベル平和賞学者とかに届けさせていただいたりしました。アムール国際映画祭、ロシア五大映画祭の一つなんですけども、そこでも唯一この貞子の鶴だけが上映されたと。プーチン大統領とキム・ジョンが会談した日に、その街で貞子の鶴が上映されました。はい、思いが世界中に届くといいですね。はい、この作品を通して、はい、そうです、はい、血はもう治らんもん。本当は元気になって走りたい、学校に行きたい、みんなに会いたいけど、シンジ君とコンサートにも行きたいけど、うちの体はもう痩せてしもうたし、あざだってできてるもん。もうシンジ君には会えんのよ。大丈夫、あなたにいつかもう一度命をあげる。その時にはあなたの体は全部きれいになっているわ。本当？いつか戦争が始まりそうになった時にあなたに命をあげる。その時は戦争を起こさないために世界中に願いを広げてね。うん、ありがとう。それまではあなたが折ってくれた私たち折り鶴が貞子ちゃんの願いを広げるわ。